めばめぐる。今日私は延岡市瀬野口町にありますザ・グッドフェローズカフェにやってきています。なんか大人でもワクワクするメニューがあるということですので、早速行ってみましょう。さてこちらがザ・グッドフェローズカフェのオーナーの久保内さんです。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。こちらの店内、はい、どこを見ても可愛らしくて絵本の中に飛び込んだような気持ちになってるんですけれども、オープンされたきっかけとかって何だったんでしょう。大学の頃からですね、食の大切さと食の面白さというところですねを深く知りましたので、就職先は飲食業も興味がありました。そこがきっかけになります。そうなんですね、はい、じゃあこのお店ではどんなお料理がいただけるんでしょうか。ぜひ楽しみにお待ちください。はい、久保内さん、はい、こちらのメニューは何でしょうか。はい、大人のお子様ランチになります。初めて聞くメニューなんですけど、はい、これは僕の奥さんがですね、うん、お子様ランチを大人向けに作って大人の皆さんに食べてもらいたいっていう思いからこの料理は始まりました。まずこちらがハンバーグと、そうです、ローストビーフ、ローストビーフ、そしてもう定番ですよね、エビフライと、エビフライです。今回がケチャップライスになってます。でお子様ランチでよくついてるパスタっていうのがナポリタンだと思うんですけど、はい、ジェノベーゼになってます。じゃあ早速いただきましょうかね、はい、召し上がってください。いただきます。うーん、噛み応えありますね。ハンバーグは2種類の牛肉を使ってて、通常の、まあ、牛のミンチですね、はい、それから牛肉、こちらをスライスして、それを中に一緒に混ぜ込んで食感を出してます。続いてなんですけど、はい、この大人のお子様ランチならではのパスタをいただいてみたいと思います、はい、当店ではですね、和風でいろいろな何種類かの出汁を使ってバジルでまとめてます。ちょっといただきます。本当だ、今まで食べてきたジェノバとは違いますね。はい、こちらは生麺のリングイネというパスタ麺を使ってまして、はい、食感もですね、味わいも楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。そうだ、もう全てにこだわりがね込められた大人のお子様ランチ、はい、私今日感じることができました。よかったです、ありがとうございます。久保内さん、はい、こちらのメニューは何でしょうか。はい、宮崎和牛希少部位2種のグリルランチになります。ハラミ系のですね、それぞれ希少部位になるささみと貝の実という部位を使ってます。味わった時にお肉の食感が楽しめるのがささみのいいところですね。もう早く食べたいです、はい、いただきます。召し上がってください。どちらがささみですかね、はい、手前の部位ですね、こちらがささみになってます。はい、あ、なんかもうちっちゃく切ってくださってますね。はい、あらかじめ女性の皆様でも一口で食べれるくらい、はい、でお塩はこれ両方一緒ですか、手前と。そうです、同じ鶏ふじおになってます。あら、鶏ふじお、じゃあちょっとつけて、はい、いただきましょう。もう香りがいい、トリュフの香りが詰まってます。さっぱりしてますね、はい、すごいなんかほわっとほのかに香るこうお肉の香りもいいですね、はいはい、ありがとうございます。貝の身もささみに比べてやはり柔らかいっていうのと、刺しの旨味がですね、こちらはより特徴的になっている部分。うわー、本当に、柔らかい、ジューシーですね。そうですね、やはり宮崎和牛ということで、宮崎の旨味がですね詰まっている一品になってます。では最後になるんですが、はい、久保内さん、テレビをご覧の皆さんにお店の PR をお願いします。ありがとうございます。当店はですね、もう女性だけではなくて男性にでも満足していただけるボリュームが一つのテーマになってます。また女性の皆様ではですね、今日はいっぱい食べるというふうな気持ちでお店を探しているんだったら、ぜひ当店を選んでください。ボリュームとサービスでお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、きっとランチもディナーもね、皆さん楽しんでいただけますので、はい、ぜひこちらに足をお運びください。久保内さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。